順到達、不言実行。万長殿、今は取り込み中かな。おっと失礼、考え事をしているとどうも独り言が漏れてしまうようで、私に用かい。曹操殿にあなたを紹介しようと思ってね。順雄、あざ名は光達、名門順氏の出身で順育の同族である。董卓が倒れた頃、彼は職軍大使として任地に向かっていた。その時に淳育の推挙を受け、曹操の軍師となる。彼が曹操陣営に加わると早速大事件が起きる。曹操の父曹操が徐州の刀剣の部下に撃たれてしまったのである。淳雄は静かにその対処法を練っていた。へえ、淳雄殿も行くのかい。意外だな。君は私と同じで一人で考え事をしていたいたちだと思っていたが。私が殿に推挙いたしました。光達殿は一族でも傑出した戦術家。この乱世を治めるためには不可欠な才です。曹操殿に仕えても俺のすることは変わりません。ただ策を練るのみです。閣下殿や淳育殿がそこまで肩入れするとは。よし、私も曹操殿に会ってみよう。万長殿、人前に出るなら身なりを整えた方がいいかと。そうですね。そのように着崩していては失礼と取られてしまうかもしれません。その真面目さは君たち一族の美徳だけど、小言が多いのは困りものだな。さて、そろそろ行こうか。この世に生まれたからには才を尽くして生きなければね。やりましょうか。ハオ、ライト。
ご入り用で。またお待ちしてます。お主らが純育と各家が集めたという寺社か。万博寧と申します。築城に罠の設計、防備のことならお任せください。純光達、戦術家です。ほう、我が軍には今まで曹操殿のもとには天衣殿をはじめとし武勇に、しかし乱世で戦い抜くにはその力を生かす刀剣を打ち、女子を我が手に収める。おのおの、その才を大いに発揮せよ。おいおい、避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され、戦を起こす、そのような男に助手は奪わせぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。戦術実行。狙いは定まった。放っておくです。敵の足場を崩し、戦意を損。支援で助手を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。
走りの受け合い。それでもわしは進まねばならぬのだ。劉備にはちっとばかし手こずりましたが、王権の戦力は大申し上げます。帝都が陥落、利権殿が撃たれました。進め。立ちはだかる者は全て切り伏せよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。曹操軍の皆様、ここはもはや緑殿の城。速やかに、速やかにお引き取り願いましょう。そこだ。裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てき。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。セイフ。はい、どうも。セイフ。やるぞ。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。ここまで攻め込まれるとは。急ぎ、急ぎ策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの程度の雑魚、この俺がひねり潰してやる。おう、俺の前に立つぞ。いい度胸。はっ、やっ、やっ、やっ、これで終わりではありませんぞ。そうか、打ち取りましょう。頑張ってんだ。その調子でいけよ。よっ、ライト。くだらん。この程度の城、貴様らにくれてやろう。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてほっとしたぜ。無事遠州を呂布の手から奪い返せた。なあ、純優、おめえ軍師って割に全然。軍師ってのは誰に突っつかれ。まあまあ、天一純優。
やりましょう。おお、曹操殿、よくぞおいでくださった。陛下がお待ち。陛下、ねばならんな。強い。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。奴は劉備から徐州を奪った。その後劉備を勝敗に押し込めたかと思えば、次には炎術と劉備の対立を仲裁している。そして今呂布は再び徐州から劉備を追い出した。ここまで来ると全く理解できん。奴の行動にはおよそ一貫性というものがないのだ。呂布の求めるものはただ戦のみ。曹操殿のように確たる未来を見据えてはいない。私の目にはそう映るけれど、淳雄殿はどう思う？角下殿と同じ見解です。呂布を焚きつけた陳宮は策を剣じているはずですが、呂布が真意を介することはないでしょう。やれやれ、今の呂布はまるで天才だね。いつどんな行動をするかわからないとは。まあだからこそ備えが大切かな。ああなるほどな。けどなんか落ち着かないんだよな。これって利天殿、何か気がかりなことでも？悪い、うまく説明で、あんたらが。曹操殿も淳育殿も頑固なところはそっくりだ。淳育殿が軍師として参陣することはもうないだろうね。時勢も状況も変化しています。その中で文尺殿は自らの役割を果たしました。俺も俺がなすべきことを考えない。へえ、あんたがそこまで自分を語るとは珍しいこともあるもんだ。そういえば最近は誰かに促されずとも検索しているようだが、どういった心境の変化なのか興味があるね。情報共有です。誰かが語る懸念に対し別の誰かが解放をします。この軍ではそんな場面が多々見られます。なるほど、赤壁の大敗があんたをそう変えたわけだ。てっきり俺の努力が実を結んであんたの信用を得たのかと思ったんだがね。それは残念でした。おしゃべりは軍議の場で交わしましょう。
せっかく皆で守り抜いた土地を手放すとは。策のためとはいえ、少し悔しい気分です。分裂よ、お主のその思いは有効な手が取れていないのが嫌いか。角殿、今回の策お見事でした。そりゃどうも。いつもこううまくいけばいいんだが。角殿の策で敵が動揺していたからこそ、馬長らの軍勢を再起不能になるまで叩けました。これは大きな戦果です。ま、言葉通り受け取っておくよ。あんたからの褒め言葉は貴重だ。しかし味方の被害は思っていたより大きいな。今後覇食に入った劉備らは西から攻めてくる。その時に毎度これではね。はい、花光園殿が物資を援助していなければこの地の被害はさらに大きくなっていました。有事の際に優先順位を自発的に組んだ。その仕組みが義にはまだない。内政面の改革は急務です。五軍の一部は領州の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。赤壁の借り、今こそ孫権に返すのだ。周瑜が命がけで守ろうとした皇陵、そこを関羽が牢接取ったことで五色の同盟に亀裂が生じたのでしょう。文尺殿の策は成功ということですね。そうだな。純育、あやつはまことに王様の才であった。殿、お話があります。俺はこれより戦場を離れ政務に勤しみたいと考えた。おう、戦術を練ることを第一としていたお主からそのような言が出ようとはな。理由を聞かせよ。今回孫吾を攻めきれなかった原因は魏の国力不足にあると見ています。すでに孫権、劉備は支配地域を固めつつあります。新たな地を得て国力増強を図る。これまでの方法は今の情勢に合致していません。今我々が取り組むべきは魏の内政を成熟させ揺るがぬ国力を築き上げること。俺はそのための戦術を考えたいのです。なるほど、お主の申す通りかもしれん。好きにするがいい陣友、お主の策を聞けなくなるのは惜しいがな。俺の策を入れていただき感謝します。ですが本来ならば俺だけではなく殿も。お主の言いたいことは分かっている。だがわしが前線を退くのは今ではない。まだやるべきことが残っている。申し訳ありません、喋りすぎてしまいました。純勇は曹操らと共に呪詛公の攻防を制した。だが彼は勝ちながら引かざるを得ない魏の国力のなさに注目。国力強化のため参謀の地位を降り政治家となった。それはまさに魏が乱世の覇権争いに勝つための戦術、純勇にしか成し得ない策謀であった。彼は
作戦立案の時と同様、精力的に政治活動に取り組む。それやっておきました。まったく精が出るね。机にかじりつくのも悪くないが、たまには外で派手にやりたくないか。義の誇る名参謀だった俺とあんたは、ちょいとお忍びで戦場に紛れ込んでも迷惑にならんだろう。まああんたが忙しいってんだったら俺一人で行ってくるさ。行きましょう。俺も退屈してたんです。こりゃたまげだ。あんたにやられるとはな。長年のお返しです。前日が成功して嬉しいですよ。